こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年11月13日です。 はい、あの、引き続きね、FTX の破綻の件、あの、日をごとにいろいろな余波が出てきていますけれども、また、あの、チャールズさんもね、あの、昨日、このような動画を出しまして、はい、あの、FTX についてね、あの、もっとこう詳細に語るということで、と、この、あの、この先この業界がどうなっていくのかについてもね、あの、語ってくださった動画を上げています。で、それについてまとめた記事がこちらになっていますので、こちらをお伝えしようと思います。えっと、こちらは、 12日付、昨日付の記事ですね。チャールズ・ホスキンソン、ターフ・クリット・ローズ・ポッシブル・アフター・ FTX ・フェアということで、はい。えっ、ー、と、こちらの記事、それほど長くありませんので、あの、最後まで聞いていただけますと幸いです。まあ、あの、いつもだったらね、最後までお楽しみくださいって言うんですけど、ちょっとね、あの、楽しめるっていう状況じゃなくなってきましたね。まあ、私もちょっとね、不謹慎な発言もしてしまったんですけども、だんだん、あの、そんなことも言っていられない状況になってるんだなと、あの、まあ、実感、 していますね、はい、では、あの中身に入っていきましょう。チャールズ・ホスキンソン氏、FTX の失敗を受け、厳しい暗号法の可能性を示唆。12日付の記事になっています。で内容が3つに分けて書かれています。カルダの共同創設者は、暗号通貨が失敗したのではなく、人々が失敗したのだと述べている。で2つ目です。FTX の事例は、業界に悪影響を及ぼすか、場合によっては、アメリカの暗号業界をオフショアにする、まあ、国外に追いやる。 可能性がある同氏は取引所やディファイスマートコントラクトなどのための改善された正当な基準を提案したカルダノの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は最近の最新の YouTube 動画で FTX の破産について話し「暗号通貨が失敗したのではなく人々が失敗したのだ」と述べたまた同氏は FTX の事例を受け「暗号についてはこの先法律が厳しくなる可能性がある」と言った。 ホスキンソン氏は自分が何をしているのかが分からない人が権力の座につけばこのような惨事になることは予想がつきそうなものですと強調した。同氏はそれがポジティブに働くかもしれないことを見込んでこの事件の余波が何らかの形で法律に影響を及ぼす確率がかなり高いと予想した。しかしそうでなければ暗号業界の人々が現状に甘んじて対処する方法を見つけなければならないということになる。ホスキンソン氏は FTX が 政治家との関係を通じてロビー活動を推進してもうまくいかなかったことを詳細に説明した。その結果、議員らは、ええっと、規制当局の監視を厳しくする可能性がある。FTX の事例は業界に悪影響を及ぼすか、場合によってはアメリカの暗号業界をオフショアにする可能性があるということで、ここでいろいろな可能性を示唆しているんですけども、あの、まず、あの、今まで通り、あの法律とか、 え、規制を強化しないでですね、あの、何も変えないでやっていくとなると何かあるとしたら、まあ、暗号業界の人々がその現状に、まあ、甘んじつつも何かその問題が起きた時に自分で対処する方法を見つけなければならないという、いうものがあります。ただそれはもうすでに、あの、えー、その、何でしたっけ、FTX のですね、あの FTX のあの SBF さんがちょっとこのような動画も上がっているんですけども、はい。 えとサム・バンクマンフ・フリード氏ですね、FTX の CEO FT の, CE の、まあ、中,中小、えー、SBF さんといわ,われていますけれども、この、えー、方がですねこのようにいろんなあのつながりを持っているということで、この動画もちょっと下の概要欄に貼っておきます。信、まあの信憑性のほどはねちょっとあの保証できるものではないんですけれども、まあ、この,、ね、あの,このコ,インコインクラブジャパンさんが、ね、あの調べて、 このように動画を上げてくださっています。まあ、このようにしてですね、あの、えー、ごめんなさいね。はい。政治家の方たちとつながりを持ってですね、はい、あの、やったけれども、それでもうまくいかなかったではないかということを言っています。ということは、やっぱりこれを機に、あの、もう少しこう、法律を、厳しい法律を適用しつつ、まあ、監視の目を、 あの監視の面を少し厳しくすることによってあの改善に傾けばいいというのがあのホスキンソン氏の考えなのかなと思いました。はい、でホスキンソン氏は FTX の人材、ガバナンス、財務戦略、公表資料などの問題を含め FTX の命運を占ういく,ついくつかの警告的な兆候について語った。ホスキンソンソ氏は 暗号通貨の原理原則を信じたいのは山々ですが、これは自らの資金を中央集権的な取引所に預けたり、組織が自らに代わって中央集権的な企業に事業を託したりすることから来ているのであって、私たちが暗号分野で駆逐しようとしているのは、まさにこのような業界なのですと、ここでもね、あの暗号業界に起きている矛盾を語っているわけなんですね。で、本来はそのブロックチェーンを活用することによって、分散型エコシステムを築く、個人が個人の財、財、 さんとか、あとまあ身分証明とかそういうものを管理できる社会にするということを目指していたんですけれども、実際に今あの、ね、自分の資金をですね中央集権的な取引所に預けた形になっていると、まあ、銀行に預けるような感じでね、あの取引所に預けたような形になっている人がたくさんいることによってですね、あとまあ自分でこの管理できないウォレットっていうのかな、本当にあの自分でにあのまあ 100%管理権がない、ないような、なんかそういう、あの、ウォレットだったりとか、ちょっとその辺ね、あの、FTX 関連のウォレット詳しくないんで、わからないんですけど、実際そのウォレットに入れてね、全財産を失ったっていう方もね、あの、ツイートもありました。で、まあ、あの、ちょっとそれは置いといてですね、中央集権的な取引所にあ預けっぱなしであったりとか、あと、まあ、組織がこう自分たちでやるべきところ中央集権的な企業にその事業を託してしまったりとか、そういうことをやってる限りはね、あの、本来は、でもそういうのを あの駆逐しようとしているのが、この暗号分野の業界なんですよ。ということをホスキンソン氏は訴えています。で、このえー共、共同創業者は暗号には金融支援というものはないのだ。という事実を強調し、債務超過は ftx の財務関係に財務関係に原因があるとした。 それでもホスキンソン氏は暗号業界の最良の日はこれからであり、ここね、ちょっと注目しておきたいですね。はい、暗号業界の最良の日はこれからであり、マウントボックスやセルシウス、ルナとは異なり、FTX はアメリカでの暗号通貨の機能の仕方を変えることができると考えていた。ここにちょっとね、あの、可能性を見出していますね。で、ホスキンソン氏はカルダノが 暗号通貨の取引所の分散化を測定するため、ジンバラ分散化指数を発表する予定だと述べた。ここ私ね、ちょっと引っかかっちゃったんですけども、あの、実はカルダの、えっ、ー、と、11月18、19と、スコットフェストという、あの、まあ、イベントが行われるんですけども、そこで何かね、大きな発表があるということだったんですね。で、それに関してあの、ジェット、 体の,あのアルゴリズム型ステーブルコインの話ではないということは分かっているんですけどあとあ、あとハイドラかって言ったらそれも違うしということで、あとあの、ボルテール、まあ、これから。 えっと、カルダノの開発フェーズがボルテール時代に入っていくわけなんですけども、あの、今、場所フェーズといってスケーラビリティに対応するもので、そのハイドラっていうのはスケーラビリティに対応することなんで、このハイドラっていうのも、まあ、候補には上がったんだけど違うんじゃないかと。で、えっ、ー、と、そうなってくると、まあ、ボルテール時代、 をこれから迎えるにあたって、その、まあ、祝賀会というんでしょうかね。そういうイベントも枯れているので、えっ、ー、と、これもでどうなのかちょっとわかんないですね。はい。まあ、ここでもうエジンバラ分散化指数を発表するって言っちゃっているんで、これ以外のことであることをね、<laughs> あの、願いたいところですね。ということで、はい、先に進んでいきましょう。えー、同志は、取引所とディファイのための改善された正当な基準、スマートコントラクト、セキュリティ基準、およびいくつかの臨時的な機能、機能、 基準を提案した。また、ホスキンソン氏は、暗号通貨をすぐに金持ちになる手段としてだけでなく、その活用、実用性及び採用を目指すものとして考えてほしいと言った。ということで、まあ、さらにその先を見据えてですね、あの、こういったまあ事件が起きたら、それで悪くなるということではなく、もっとね、あの、優れたというか、暗号通貨に合った法律であるとか、規制である、 あの、規制であったりとか、そういうものが敷かれることをチャールズさんはどちらかといえば望んでいらっしゃるんですね。あと、まあ、も,もっとその先を見た場合に、暗号業界の裁量の日はこれから来るんだということで、あのこれが全てではなくて、あのそこを超えてこそあの裁量の日を迎えることができるんだということをこちらで示唆しています。ということですね。まあ、あとは、あの、これはいつも言われていることなんですけど、すぐに金持ちになる手段としてだけでなくということですね。あの、 この地球上のね、あの皆さんに、えー、あのそれぞれこう、まあ、幸せね、あの笑顔でこう幸せになるためにって言うんでしょうかね、あのさあのそれに向けてその活用していただいたり、実用,あの実用性を持たせていただいたり、あの企業でも使っていただいたりという、あのそういうことで世の中を良くしていけたらということがあの大きな目標でありますので、 はい。そこを目指していくためには、やっぱりいくつか、こう、海を出していかなければならないんですよね。で、それが、あの、まあ、中央集権的なものが全部が全部悪いってい、というわけではないんですが、その中央集権に潜む、まあ、あの、闇の部分というか、その海であった部分、それを、あの、出してですね、そして、あの、暗号通貨にふさわしい法律、規制が敷かれる、あの、敷かれることが望ましいということをね示唆しているように思いました。えそれでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次 次の動画でお会いしましょう。